小倉ゆいのゆいルーム。皆さんこんばんは、ルーム小倉ゆいです。小倉ゆいのゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。ということで、ちょっと今回の番組はですね、いつもよりスタートが遅い時間からということで、リアルで聞いてくださってる方はありがとうございます。はい、なんで、まあ、まったりねお届けしていけたらなと思っております。というわけで、私が8月11日に発売するニューシングル、ファイティンポーズの、タイアップとなるテレビアニメ、ジェフィー様くじけない放送がスタートしました。はい、皆さん見れましたか？ちょっとこのね、収録自体がまだね、このオンエア日より全然前なので、ちょっとまだこの段階で私もね多分見れてないんですけどね、ぜひいずれ私も心役で出演しますので、はい、楽しみにしていてください。いやでも本当に、そっか、これがオンエアされてることに頃には見れてんだもんね。オープニングがどんなになってるのか私もすごくね楽しみにしてるんですよね。はい、そしてですね、先週もお話ししてましたけども、小倉ゆいのね最新写真集ゆいコローレもいよいよ発売されました。いや皆さんももうお手持ちの方が今多い状況なのかなと思うんですけど、いかがですか？ぜひたくさん感想ね、待ってますので。はい、いやでも本当にね、このなんかさ、シングルの制作とさ、ライブの制作とさ、写真集の制作が全部重なってたのね。だからもうやっとみんなに届けられるっていうのが、なんだろうね、もうこの達成感っていうかさ、もうほっとした気持ちっていうの、なんかこれが親の気持ちなのかもしれない。もう子供が巣立っていくみたいな感覚ですね、私からしたら。まああとは見送るだけだみたいな。なんでちょっと皆さんね、私の子供たちをぜひ可愛がってあげてください。そしてですね、なんと今夜はですね、ファイティンポーズを、フルサイズで初オンエアしちゃいたいと思いますので、ぜひそちらもお楽しみに。というわけで、そろそろ参りましょう。小倉ゆいのゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉ゆいのゆいルーム。小倉ゆいのゆいルーム。改めましてこんばんルーム、小倉ゆいです。では皆さんから届いているお便り紹介しましょう。ルームネームマスジュンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームお邪魔します。ゆいちゃんアーティストデビュー9周年おめでとうございます。8月15日には、オンラインバースデーイベントが配信されますね。すごく楽しみです。そしてゆいちゃんに一つお願いがあります。コロナが落ち着いたらファンクラブでやってほしいことがあります。それはバスツアーです。いろんな声優さんがバスツアーやってますよね。ゆいちゃんにもぜひやってほしいです。とても楽しいイベントになること間違いなしなので、それでは失礼しますといただきました。ありがとうございます。バスツアー、私も前もなんかね、ファンクラブでやりたいこととしてあげてたような気がしたんですけど、いやでもこれまだできないんじゃない、しばらくはね。本当はなんかそれこそ沖縄とかさ、北海道とかさ、ちょっと遠征したさ、こうファンクラブイベントとかもねやってみたいなって、まあ、社員旅行とか海外とかもそれこそ行きたいですよね、社員旅行でさ。ねえ、だからね、本当はやりたいけどちょっとね、このね感じだといつできることやらという感じではあるんですけど、まあでもね、逆に今だからこそできることっていうのもたくさんあると思うので、引き続き社長業も頑張ってね、こうたくさん皆さん楽しませるね企画とか考えていけたらなというふうに思ってますので、ぜひついてきてください。じゃあ続いて、ルームネームひげぞうさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームこんばん。ルーム写真集ゆいコローレインスタフォロワー1万人突破おめでとうございます。ゆいコローレのインスタオフショットたくさん上げてくれて非常にありがたいです。セクシーだけではなく可愛い綺麗大人もあり、写真集の発売が待ち遠しくてなりません。オンラインセミナーで聞けるお話も楽しみです、というふうにいただいております。ありがとうございます。
はい、ということでちょっと収録のね、日程のあれがあって、ちょっとまだ撮ってる時点ではですね、発売前の段階なのであれなんですけど、もうね今日でイベントも終わってるんですよね、写真集の。そうだからその様子とかもきっとね SNS にアップされるんじゃないかなというふうに思いますけども、そっか、だからみんなの感想とかがもうこの時には私も分かってるんだね。そうそう、で今回ね、まあ私がセルフプロデュースこうしたっていうところで、初めてこうズームを使ってちょっとセミナー風にですね、皆さんに写真集のこう作った過程でね、どういうことこだわったかっていうのをまあ楽しんでいただけたことと願ってですね、まあそのイベントの感想なんかもお持ちしておりますので、ぜひ送ってください。続いてルームネームケンタさんからいただきました、ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、新曲ファイティングポーズの MV 素敵ですね、今から発売が楽しみです。質問なのですが、ファイティングポーズの期間限定版のジャケットでゆいちゃんは一体何をパンチしているのでしょうか。ジャケット撮影時に何かイメージしていたことはあるのですか。よろしければ教えてください。え、これパンチじゃなくてさ、ファイティングポーズなんだけどえまさかまさかだと思うけどさ、パンチだと思ってた、もしかしてファイティングパンチだと思ってたいやでもなんだろう、まあみんなが思うファイティングポーズは両手とかなのかな、やっぱりなんかファイティングの延長でこうなんか右手を前に出したりはして、なんだ、でもあれもファイティングポーズだと思うんだけどね、頑張るぞーっていう感じのゾウの手です、はいなんで大きい括りでファイティングポーズなんでパンチではありません。じゃあ続いてルームネーム黒い地球さんからいただきました、ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、新曲ファイティングポーズのジャケット写真、カラフルポップな感じが夏らしくていいですね。期間限定版タイトル通りゆいちゃんの可愛いファイティングポーズが印象的、あ、この方にはファイティングポーズに映ってた人によるのかなわかんない、ファイティングパンチだと思ってる人がいたらどうしよう印象的です。そして個人的には通常版のジャケット写真が気になりました、指を頬に当てて可愛いポーズをしてるのに顔が無表情、無表情ではないと思うけどな、これには何か意味が込められているのでしょうか。ジャケット写真についていろいろお話を聞けたら嬉しいです。無表情に見えました、なんかすごいさ、今日何なんか全然伝わってないじゃん、私のさジャケット写真の真意がみんなに、無表情じゃないよ、無表情、無表情だった、あれぷくってしてるじゃん口なんで分かってくんないのみんな、無表情じゃありませんこれはですね、まあ雑誌とかでも喋ってるんで、もう見つけてください、いろんな雑誌から私が喋ったなんでこの顔したかっていうの、言ってほしいだって無表情って言うんだもんしょうがないな、作家さんにお願いだからって言われたから、そうだな別に意味がな、今意味はなくて、今回のシングルだからなんかできる表情というかかなって思って選びました。はい、なんかまあ言ったらね、ジャヒー様のイメージって言ったら近いのかな、こうちょっと天真爛漫でこう予測不可能な感じというかね、そういうところ、まあ、ちょっと上からで傲慢で強気で可愛らしくてみたいな、そういうなんて言うんですかね、遊び心ですかね、そういったところでああいうちょっと遊びめいた表情とかポージングができるのはやっぱ今回だけじゃないかっていうところであれにしましたえ、強引だってさ、ひどいじゃん無表情なんて、無表情ずっと言うよ私これ、無表情じゃないもん本当に、もう一回ちゃんと見てくださいみんなパンチでも無表情でもないからじゃあ続いて気を取り直してルームネームケイダさんからいただきました、ありがとうございます。
みーちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、 MV 公開されてからファイティングポーズ、毎日見ています。もちろん MV は最高なんですが、今回何より曲が好きで、作業中などはずっと MV をループさせてます。ありがとうございます。最初から最後までこんなに楽しく聴ける曲に出会えたのは久しぶりです。私は気に入った曲は、1曲ループで基本1週間ぐらいずっと同じのを聴いてるタイプ。すごいですね。ね、だけど今本当にその状況、ゆいちゃんの楽曲は好きな曲が多すぎて、外に出るときはずっと聴いてますが、今はこの曲が一番のお気に入りです。まだまともに聴けるのが MV しかないと思うので、ライブ映像でのフルと CD の発売心待ちにしています。今まだまだ暑く熱中症などの危険もありますが、お体に気をつけて頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。ちょっとメールをもらったタイミングがね、時差のズレがちょっとあったかもしれないんですけど、もうライブではだからフルでねやっと見ていただけたのかな。だからケイダさんはさぞかしいねご満悦だったことではないでしょうか。でもそう思うと確かにまだフルサイズがね MV でしか、 MV じゃないや、ライブ映像でしか出てなかったからね。やっぱ本当は CD を先に聴いてほしいんだけどな、私的にはな。そうそう、だからこの後ねちょっとフルもかけますけども、ぜひラップとかその他もろもろ注目して聴いていただけたらなと思いますので、お楽しみに。それではラスト、ルームネームメガネマンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、初メールです。 YouTube で公開されたファイティンポーズの MV 見ました。ゆいルームで聞いた時は元気が出る感じのラップだなぁと思っていたんですが、 MV を見ている時に元気が出て自然と踊りたくなるラップの曲だなぁと少しイメージが変わりました。ほんと少し何が変わったんだろう。元気が出る感じのラップだなぁから元気が出て自然と踊り出したくなるラップだなぁと変わったそうです。だから踊り出したくなる要素が加わったということで、ありがとうございます。MV などの映像があるとないでイメージって変わるものなんですね。確かにそれはあるかも。最後に、最近暑くなってきた中で頑張ってくださるのはファンとしてありがたいのですが、あんまり無理をなさらずお体にお気をつけてと、いただきました。ありがとうございます。ね、MV あるなしで確かに印象変わりますよね。これはさ、言ったか言ってないかちょっと忘れちゃったんだけど、本当に MV ってやっぱ大事だと思うのよ。その曲の印象になるじゃない。やっぱその曲を聴いた時にさ、思い返すものはさ、やっぱね、MV の絵とかになるから、私がねすごい覚えてるのが、ハニカムのさ MV のね打ち合わせをした時に、当初はクマがね出る予定だったんです、あの MV。 この話したことあったかな、ないかな。あのリアルなクマですよ、しかも。いや、リアルってその生きてないけど、さすがに着ぐるみで可愛いクマさんじゃなくて、獣のぬいぐるみと私でどうですかって言われてたの最初。それでその二人がなんかこう一緒になんか歩いたりとかなんかするみたいなやつ、どうですかって言われたんだけど、でもさ、あんなに曲可愛いのにさ、クマがリアルの本当怖いクマだから、多分もうクマの MV になっちゃうなって思ったの、私はその時。だからまだその時はさ、今ほどさそのセルフプロデュースとかしてなかったんだけど、でも必死に止めたんだよね、あの私。いや、それだけはって言って、やっぱりクマの印象になっちゃうから、それはちょっとって言って、ハチさんの方の印象に変えてもらって、それであの衣装とかもさ、ハチで可愛くしてもらったんだけど、危うくだからもうクマのさ、しかもおどろおどろしい方の怖い方のさ、クマのさ、あ、クマのだから曲になるね、可能性もあったんですよ皆さん。そのぐらいさ、ね、今となってハニカもすごい MV 印象的じゃないですか。だけどなんかそう思うとさ、 MV って大事だなって思って。だ、今回はいい意味でこう踊りの要素がね、きっと曲のね雰囲気にこうなんていうんですか、装飾できたんじゃないかなと思いまして。いや、でもクマバージョンも見たいですけどね、ちょっとなんか今となっては。あー、本当にそんなこともありました。はい、というわけで皆さんお便りありがとうございました。で、ここで一曲お届けしたいと思います。お待たせしました。フルサイズです。8月11日に発売されます。ゴラユイでファイティンポーズ。絶対絶命な日常を超えて、いつか叶えたい奇跡があるの。勝ち
撮りたいスペシャルパラダイス、行くよ行くよ、君と夢に見てねえさ。どんな場面でも黒に完全無敵の存在で、ちょっかり決める任務たち、私が常識理想だけはパーフェクト。現実いつまでいいで、それでも毎日ギリギリで小倉ゆいのゆいルーム。もぐらゆいの小倉ゆい日記。穴の中からもぐぴんよ。この挨拶ありながらいいもぐな。ああいいもぐね。もぐぴんよ。気に入ったもぐ。はい。ってことで、そうだったもぐ。今日はね、メールなんか読んでる場合じゃないもぐよ。なんていうのも、小倉ゆいがなんかプロデュースした写真集ゆいコロールってやつが発売になったらしいもぐよ。ってことで、今日はゆいコロールの裏話をもぐらゆいなりに話すもぐよ。まあ今回は小倉ゆい初めてのセルフプロデュースでの写真集だったらしいもぐよ。なんか色をテーマにしてるらしいもぐけど、なんか7色ぐらいの色とテーマ、そしてカメラマンも全員違う、そんなコンセプトになってるらしいもぐ。まあ、とにかく衣装の数が多いもぐね。これは大変だったんじゃないかったかなもぐ。でなんか今回の小倉ゆいのこだわりとしては、なんか写真とかのセレクト選んだり、あと写真を並べたりする作業も全部小倉ゆいがやったらしいもぐよね。だからそのところに注目して見てみるといいんじゃないかなって思うもぐ。あと今回なんと小倉ゆい、いつもね自分でメイクすることも多いもぐが、今回は割とメイクさんにあえてお任せしている写真も多かったりするもぐよ。でね、ピンクのね、ディープピンクのね、なんかテーマがあるらしいもぐが、ここがね、なんと小倉ゆいが自分でメイクをしてね、いるらしいもぐよ。だからメイクにも注目して見てほしいと言ってたもぐね。裏話で言うと、そうもぐな、とにかく小倉ゆいが本当に編集部さんの偉い人からすごく褒められて喜んでたもぐね。なんか才能があるとか言われ、そう、編集の才能があるからうちの編集部に何人も欲しいと言われてたもぐ。小倉ゆいの新たな才能が発見されたもんよ。なんか小倉ゆいもなんか困ったらやってみようかなって言ってたもぐ。まあそんな感じで本人も楽しみながらね、写真集を作ってたもぐよ。そんで、そのこだわりをね、今回はなんか7月30日に発売になった S かわいいさんで特集のページがあるらしいもぐよ。そこでリアル編集部さんからの言葉だったり、あの太田優里ちゃん、元 NMB48 の優里ちゃんからのコメントがあったり、小倉ゆいの制作秘話がもっとね細かく載っているもぐから、みんなそれ読んであげるもぐよ。ちなみにね、もぐらゆいが一番気に入った写真はわさびを食べよう、これもぐ見ればわかるもぐ。
ま、なんかいろいろ話したけど、つまりはみんなユイコローレンの写真集ゲットしろってこと、モグね。じゃあそろそろ私穴の中に帰る、モグね。モグバーイ。してきました、小倉優衣のユイルーム、ホープフルデイズを聞きながらエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送小倉優衣のユイルーム、それぞれの係まで。メールアドレスはユイルーム @joqr.net です。各コーナーで私への質問、楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所、氏名の記入を忘れないようにしてください。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。私の14枚目のシングルファイティングポーズが8月11日に発売します。表題曲は現在好評放送中のテレビアニメジェヒー様はくじけないのオープニングテーマになっています。私もここ略で出演しますので、ぜひチェックしてみてください。期間限定版にはファイティングポーズとハートフォレストのミュージックビデオとメイキング映像を収録。カップリング曲ハートフォレストは現在先行配信中です。またシングルの初回製造分にはバースデーチェキ抽選シリアルコードが封入されています。このシリアルは私の誕生日8月15日に開催するオンラインバースデーイベント小倉優衣2021バースデー記念生配信ゆいちゃんはくじけないの中の抽選で使用するものです。当選者に私の直筆サイン入りバースデーチェキをプレゼントしますので、皆さん大切に保管してください。そしてこのオンラインバースデーイベントは8月15日の14時から小倉優衣オフィシャル YouTube チャンネルにて配信しますので、お楽しみに。そしてファイティングポーズの発売を記念してリリースイベントの開催も決定しています。今回はオンライン個別トーク会、もしくは久しぶりに皆さんとお会いできるトークイベント、どちらかを選んで応募いただけます。対象店舗にてファイティングポーズの期間限定版をご購入いただいたお客様の中から抽選でイベントにご招待しますので、詳細は公式サイトをご確認ください。そして最後に、アニマックスにて小倉優衣ライブ2021リラブコールの放送が決定しました。2年ぶりのライブに込めた思いなどをお話ししたアニマックス特別番組の放送となります。放送日時は9月4日土曜日18時から20時半となっております。ぜひチェックしてみてください。またまた小倉優衣の最新写真集ユイコローレ、現在発売中となっております。こちらもね、まだまだたくさんチェックしてたくさん回数を送ってください。はい、というわけで第214回目の放送でしたが、いかがでしたでしょうか。そうか、今日ね写真集のイベントがねもうあってね、はい、ぜひなんか来週はだからね、写真集の感想とか話せるかな、いろいろ皆さんのお便りがね間に合ってればっていう感じはあるんですけど、はい、なんでちょっと皆さんね写真集片手にね来週はラジオ聞いていただければなと思います。というわけで今夜この辺でお別れです。小倉優衣のユイルーム、ここまでのお相手は小倉優衣でした。また優衣のお部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。